宝塚出身で娘役でねずっと息が長くて本当に、なんていうのお顔立ちもさそうなんか日本人離れしてさ確かにオードリー・ヘップバーンって言われたことあるみたいよそうなんですか全然知らなかった清掃なんつって何だったらいいの聡明で ね清潔感もそうそう清潔感、ね、清潔感ねもう本当にどんな役をやってもさ、なんていうの本当になんか上品そう上品そう上品品がある方素敵だった、うん、なんか昭和のドル箱スターってドル箱本当に矢地草薫が出た映画が全部売れるやっぱり言われたみたいすごい、ま、あの映画からテレビになる時代、うんうん、ドル箱スターって言われた、はい、すごいあのドル箱で思い出したけどお金返してもうやだまたそんなやらしいドル箱で思い出したけどあなたお金返してちょうだいやだもうそんな話ばっかりいやいやお金返してちょうだいよ300円だってもういいじゃない本当だったら利子つけてって言うわよ利子なんてやだ貸したわよなんでごまかそうとするのよ300円覚えてない私300円がないと明日大変だ